気の展開が多すぎて、だからちょっと抜けてる部分もね、本タイトル入る時にあるかもしれないんで、その時はさ、みんな抜けてるよって言ってほしい。そこもあるけど、それもあるよって、展開が多いんだよね。まあちょっとしたまとめでやるけどね。はい。まあすごかったらしいね。なんかもう配信者が、まあ、なんて言うんだろう、むつどもえ、さらに別の配信者も揉めるし、もういろいろあったっていうね、展開が、まあ、言ってしまう俗に言う神回が連発したってことでいいですか。昨日はね、神回、そういうことだよね。違うか。おはよう。台本、いや台本というか、まあその言われてる台本っていう人たちの本タイトルとかもあるけど、台本じゃないんじゃない、分からんけど。遅刻しました、すいません。まあやりますよ、今日も元気よくね、日曜日、あの休みの日に来てくれてありがとうね。今日は、うーん、嬉しい。あのね、休みの日ってあんま見られないんだよ。その中で来てくれてるから嬉しいですね。あの休みなのに俺のために時間使ってくれて、その分、楽しめる放送を心がけるんで、よろしくお願いします。じゃあ行きます。おはようございます、ふわっちニュースキャスターの終わりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。じゃあまず早速一つ目のニュースからやっていきます。なんとです、とある配信者がアカウント削除、有名な配信者ですね、女性の、雑談たぬきにこんな書き込みがありました。ゆまるです、本人です。ツイッターとふわっちのアカウントを消しました。精神的に限界でもう耐えられません。今まで応援してくれた人たち何も言わずに消えてごめんなさい。今までありがとうございました。皆さんお元気でお幸せになってくださいと、まあ、こんな書き込みがありました。まあ、で俺雑談たぬきってあんま取り合わないんだけど、でまあ一応調べてみました。まあ、リスナーさんからまずこれその雑談たぬきのこういう書き込みがあったよってで調べた結果、なんとツイッターのアカウントが消えてました。でふわっちはバンの可能性があるんですけど、まあ一応消えてます。はい、なのでゆまるちゃん、ツイッターとふわっちのアカウント両方とも消えてます。状態としてだから、まあこれがあの本人が書き込んだか不明だけれど、雑談たぬきの内容はね、でも間違いなくゆまるちゃんのツイッターは消えてる。あのゆまるって調べても出てこないんだよ。で、あのゼロワンとゆまるちゃん喧嘩してたなと思ってゼロワンのツイートの返信で見に行ったのね。そしたらゼロワンがリプライしている、ほらゆまるちゃんと戦いのね、文字の戦いの部分で、もうこのアカウント削除されてますってなってた。消えてました。うん、だからまあいなくなってますね。いやこれは怖いよ。なんか弁護士さんとかいろいろ相談するとか言ってた人間だから、
その前触れというか、その準備体制入ったかもしれないよ。うん、あ、山原ちゃん言ってないのか、別にいい。いやー、ゆまるちゃん消えてさ、どんどんあの有名な配信者たちが消えていく。ふわっちで金と人間関係のトラブルで、まあ、これがゆまるちゃんだとしたら、まあ、こういうふうにね、病んで、あの精神的に限界でもう耐えられませんっていうこと言ってるから、これ本人だと思う、この書き込み。でもアカウントは消えてるからね、どう思うかな、みんな。ちょっと心配だよね。その精神的に追い込まれて、そういう死んでしまうという最悪の展開も考えられるから。やっぱゼロワンに20万お金を取って詐欺したみたいな流れから、ちょっと心が壊れそうになったんじゃない？いろいろ。ええ。まだ戻ってくる。でも、ふわっちのアカウントが消えてる状態って、多分アカウントを削除っていうボタンを押さないと無理なんだよ。だからアカウントは作り直さなきゃいけないんじゃないかなって思うよ。もうね、アカウント一回削除したら作り直せないからね。眉優とか一回作り直そうと思って、眉優が一回消して、で、運営に言ったら帰ってこなかったんだ、アカウントとか。だから作り直せないんじゃない？何度も作り直してるから関係ない。あ、そうなんだ。あ、そっか。そういうなんか部分もあるんだね。まあそんな感じで、まあとりあえずゆまるちゃんアカウント、まあツイッターの方では削除されてました。確認しました。で、ふわっちの場合はちょっとバンの可能性もあるんでね、ちょっとわかりません。はい、これが本人に書いたもわからないですけど、ツイッターは削除です。じゃあ次行きます。次がね、ともちさんが亡くなってるっていうのは、あのデホでね言うやついるんだよ、不謹慎のやつが。やめてあげてね。次がね、あ、なんとですね、まあ、特にお前らディスってたりアンチしている人たち、もうとある方を激怒させましたね。それがこの方です。もう怒ってらっしゃるよ。もう大丈夫これは、四季を攻撃しているアンチたちへ、これ以上怒らせんで。四季のことが好きな人たちは水面下で私に情報をどんどん送ってきよるけん、裁判の材料で使わせてもらう。誹謗中傷、個人の権利、プライバシーの侵害、名誉毀損、虚偽、脅迫、偽造などなど犯罪ですよ。事実をなかったことにアカウントを消して暗示をやめる詐欺。怒ってらっしゃりますよ、これ。まだ続きます。これもうアンチに言いたいよ、ほんと俺も。言い忘れてた、人に攻撃してること自体立派な犯罪です。私は言い返したりもするけど、全て自分に対する攻撃を防御してるだけ。ネットにいじめでは勝てても、それが刑事告訴や民事告訴では勝てないことを理解した上で、人をいじめるならやればいいけど、仕掛けといて後からごめんは許さんよと言ってます。さらに続きます。もう怒りが収まらないんですよ、しきちゃん。これですね。ああ、もうこれやばいわ。もうやばいんじゃない、アンチたち。証拠も線抜きしては取れたし、もう2チャンネル用なし。だけど深夜2時まで誹謗中傷よくやるわ。楽しみないのかよ、暇人。心が腐った寂しい人間ども。引き続き一生寝ずに、必死に四季の悪口、
レスして年置いとけ。2チャンネルの書き込みしている人たちが捕まっている令和の時代、ネット犯罪特定しに行くとか、そういうの考え古くてダサすぎっていうことです。はい。まあ、しきちゃんは、まあ、とりあえずね、裏でね、友達が動いてくれてるらしいよ。まあ、お前らもね、手引いた方がいいかもしんない。潮時だよ、これは。うん。俺はほら、しきちゃんに対して、友達だと思ってるからね。本当に。いいお母さんやってるなと思うもん。もうこれ前から言ってるから。で、俺はもう誹謗中傷許せない派だからさ。もう、アンチはやめてさ、平和の放送を心がけよ。ね？うん。もう、しきちゃんのことを、こう言い方するとしきちゃん迷惑かもしれないけど、本当にもう、俺のお母さんみたいな。そんな感じっていう風に思ってるよ。俺のママというかね。あんちゃんやめてあげましょう。ネタにすんな、怒られるぞ。いや、でも、パルパル、あれ？なんか LINE で来てたんだよね。なんかどうだったかな。LINE 来てたんだよ、しきちゃんから。あ、また LINE 来てる。なんだ。すごいすごい。これか。あ、パルパル、放送を取り上げてくれてありがとう。シキが放送してることだけでもみんなに分かってもらえたらありがたいからって。ちゃんと、うん、任せてって送ってます。だから大丈夫です。ネタにしても大丈夫です。YouTube で見てんじゃない？はい。まあそういうことで、シキちゃん、反撃開始です。あ、YouTube じゃない？ YouTube。じゃあ次行きますね。次がね、あ、まあ、どうでもいいって言われちゃうかもしれないですけど、なんとです、あの配信者が金欠です。お金がなくなったらしいですね。名前は、まあ、皆さんも知っての通りの方なんですけど。これかな。深夜直んです。金欠だ！ 30 万くらい必要。閲覧は取れるが、スパチャもそこそこ飛ぶが、支払いす、地獄すぎ。今回ばかりは、直振り込みや。現金書き留めやないと、間に合わない。いつもギリギリ我慢で限界。DM か LINE で助けてくれる人いたら講座教える。メンヘル、メンヘル、やっと、体調治り、やる気、出てきたのに、恩返しは配信沸かす助けて誰かってことです。いつもの金欠芸ですね。あのね、やっちょくんはきっとやっぱふわっちもやめちゃったから、ツイキャスも収益ないから、もうカツカツなんじゃない、より。まあでも YouTube の収益は50から60だからね、そこそこ稼いでるんだよ。でやっちょくんってギャンブルやらないんだよ。だから何に使ってんのかなと思うよね。でね、やっちょくんが言ってたのは美容らしいよ。やっぱね、自分の体にメンテナンス入れてるんだよ。あ、なんか美容室行ったりエステ行ったりとか、もうとりあえず自分の体をきれいにするというか、もう女の子みたいな感じでやってる。多分それによってお金がなくなってるのかなって感じかな。そう、美容室とかね、その髪の毛をセッティングしてもらったりとかしてるね。はい。まあ、お金ないらしいです。で、貸してやれっていう人いるけど、俺も金ないんでね、貸してあげれません。ねえ、貸してやれっていうのは金を持ってるやつに言った方がいいよ。俺は無理だよ。ちなみに、俺ね、27歳ですよ。肌綺麗じゃない ?27 歳だからまだ。どう？デブだから肌も綺麗でしょ、これ。汚いか、まだ。ヒゲがあるから。アイテムありがとうね、すいません。臭そう。だから、これ、セイジのことディスるわけじゃないけど、俺が40になったらセイジみたいになるのかなって、肌が。そこ心配だよね。
あの金梅さんとかゼロワンみたいにさ、なんかもう惑星みたいになったら嫌だなってちょっと不安になってる。もうここでもう病院行った方がいいのかなってぐらい思ってるよ。じゃあ次行きます。次がね、ああこれね、実は隠れ炎上でしたね。あのとある配信者たちね、ふわっちで盛り上げてたけど、実はニコ生でも盛り上がってました。その人の名前はこの方です。ニコ生でね盛り上がってました。どれだっけ、あったこれか。足抜きさんからゆいやさんです。どうやらゆいやさんがね、昨日ストーカーされていて交番入って警察に札垂れしていたというね、あの神会があったらしいです。まあ、内容はこんな感じですね。怖いねこれ。ゆいがアンチに付きまとわれている。公園の外配信でゆいが公園で寝泊まりしているらしい。豪華な外見のトイレをゆいがは家と言っていたと。はい。あ、何、ちょっと待って。やばい、大丈夫これ。開けました。はい、あれ90。ちょっと待って、なんかよくわかんない女性の方が。ちょっと大丈夫これ。女性でなんか気軽に喋ってきたけど、いや一応開けたけどね。いや開けたよ、今来ると思うよ。いや今部屋番を言おうとしたからすぐ切ったけど、ちょっと待つ。誰なの一体。一応養分値番号言うのもね。でも部屋開けたから。怖いな。なんか私服っぽかったな、服が。なんかスカジャン着てた。スカジャン着た女性だったね。一人だけだって一応ね。メガネかけたスカジャンというか、なんかシャカシャカのなんか服着てたよ。要件聞かなきゃダメだろって言うけど、開けたから上がってきてピンポン押すでしょ。あ、来た。ちょっと行ってくるわ。ちょっとミュートします。ただいま。ちょっとやばいことになった。なんとですね、養分の家に佐川宅急便が来ました。佐川です。でっけえなこれ。長い。住所写っちゃダメだからね。長いものが届いてきた。これ大丈夫これ。俺触っていいやつなのこれは。これディルドじゃないよね。心配になるよねこの長さは。夜分荷物届いたから置いとくね。佐川です。いやだ、メガネかけて青いなんかシャカシャンが来てたんで、ね、
で聞いたら佐川ですって言われた。じゃあそういうことで話の続きいきますね。どこまで話したっけ。あ、しきちゃんの宣誓布告からだっけ、初め。あ、違う違う違う、バカバカ、あのゆいやさんの不幸なことが続くだ。うん、あ、カレンダーかこれ、ふわっちの。どうなんだろう、でも住所がないな。あ、カレンダー臭いね、なんかね。開けない開けない、それ開けるとさすがにね。いや、養分のものを開けてやばいでしょ、俺。人のもの開けるなんて、養分が開けるよ放送で。で、あのゆいがさんの話戻すんですけどね、まあこういうふうにね、まあこういうふうになってたと。でどうやらね、リカピーの元旦那さんと直接対決したらしいね、これね、ゆいやさんと言われている人間と。で元旦那と会ってるらしくて、リカピー、それで別れたみたいなことも言っててね、昨日直接対決があったらしいですね。嘘だろ、そうなの。いや、そうらしいよ、足抜きさんのやつの流れを見ると、展開はね。ちょっともう一回見るか、記事を。殴り合いしてないけど言い合いしてる、あの動画にもなってたね。まずうんこ漏らしって言われてた。うんこ漏らし、うんこ漏らしたの、ゆいがさんって。そもそもそこだよね、漏らしたのかな。どれだっけ、あれ、あった、これか。まあそんな感じですね。はい、じゃあ次いきます。あと詳しくはね、足抜きさんください。まあゆいがさんアンチにつきまたわれる、その後、言い合いになるということですね。で警察にも連絡したりとかしてて騒いでました。ちなみにこれニコ生じゃなくてツイキャスでした、すいません。じゃあ次いきます。次がね、とある配信者が破局か、破局したかもしれません。名前はキャリーちゃんとコリンスですね。はい、昨日キャリーちゃんが浮気されたっていう放送タイトルでもう別れると発言してました。なので別れたかもしれません。連絡が全然ないと、おかしいということをね、昨日枠で言ってました。じゃあね、キャリーちゃんに電話しますね、皆さん。みんな大好きキャリーちゃんにね。いや、コリンスが浮気したらしいよ、キャリーちゃんの話を聞くと。あ、キャリーちゃん、あ、もしもし、あ、大丈夫、心身、コリンスのこと、あ、そうなんだよ、なんか結局仲直りしたのかなと思って。いや、してないね。え、そうでしょ、なんか浮気したって放送タイトルやってたからさ。そう、なんか浮気されたの。そう、私の、私には連絡もなしに、なんかクラブに遊び行ってて、うわマジか、そう、あのコリンスが、そう、女の子ナンパして、女の子と二人で飲んでて、そう、あ、じゃあそれさ、キャリーちゃん、うん、閲覧のためにネタにされただけだよ、キャリーちゃんがそんなことするなんて。
本当ひどいよね。え、じゃあもう別れるの？もう別れたいなと思ってる。あ、そう。まあ、え、最近会ったの？いや、まだね、1回しか会ってないんだよね。それだったら遠距離恋愛でエッチもせずにさ、やってるんだったら、それはもう付き合ってるって言わないよ。まあ、確かにね。うん、キャリーちゃんも男とお前、遊べばいいよ。まあ、私もね、うん、そう。キャリーちゃん、もう、違うとこやりな。紹介するよ。うん、紹介してくれる？ターボーとかさ、全然紹介できるよ。ターボーか。うん。ターボー。ターボーどう？あかんか？ターボーはなんかあんまり。あ、そう。だ、ターボーダメか。うん。じゃあ、カヤックさん紹介するよ。いや、カヤックさん絶対無理。あ、そうか。うん。あの、パチオジ、まあ絡んでるからね、キャリーちゃんね。そうだね。分かった。でも別れるんだね。じゃあもう別れる方向で話そうかなとは思ってるね。あのね、コリンスはね、やっぱ離れてる状態で寂しい思いもあってクラブで遊んでるんじゃない？連絡は来てないの？連絡は、うん、あ、その昨日から、うん、いや、連絡は、うん、あ、LINE は来てるね。なんで来てたの？今バーに戻ったみたいな、うん、2時ぐらいに来てて、うん、私ももうでもちょっと寝てたから。あ、ね、そう、そっから連絡してないね。ああ、そうなんだ。だから始発ぐらいまでバーにいたのかな、うん、ああ、エッチしてるよもう。あ、うん、やりまくりだよ、コリンスのでかいマラがね。うん、もう炸裂してるよ。ねえ、不安だよね、うん、いや、本当だよ。うん、まあでもその不安になるんだったら近い男と付き合った方がいいよ。でもう正直コリンスとキャリーちゃんの付き合ってる問題はもう薄れているからね、今状態として。まあ確かにね、もうネタとしてもちょっとパンチが弱くなってきてるというか、もうそろそろキャリーちゃん動いた方がいいよ。うん、うん、キャリーちゃん本当はコリンスと付き合おうと思ってないし、本気で。いや、本気で、あの、なんか2月、うん、まあ会う約束もしてたし、ええ、いろいろこれからね、あの、知っていけたらなと思ってたけど、うん、今から信頼関係も築いていきたかったし。あ、そうなんだ。こう仲良くしたいっていう時に、うん、あの、昨日の出来事はちょっと、うん、あ、そうなんだ、分かった、ないなと思ったから。大変だね、本当。分かった、キャリーちゃん、ありがとうね、電話出てくれて。ありがとう。あの、また放送見るね、その展開を。また、うん、今日仕事かい？今日は、うん、あの、うん、ちょっと夜からね。あ、そうなんだ。頑張ってね。ありがとう。うん。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。こらえて。やれんの。勝って。よし。いや、コリンスとキャリーちゃんもうはっきり言うけど、好きじゃないと思うよ、お互いに。だって一回だけ会っただけでしょ？それで好きになるわけないじゃん。ね？どう面白くするかという展開を考える、まあ、部分でしかないと思うけどね。それ一回で会ってさ、感情芽生える？エッチもしてないし。俺なら芽生えないな。まあ、とりあえずちょっと破局の方向にも行ってるってことですね。じゃあ次いきます。はい、あ、今回のね、本タイトル2つあります。うん、まずね、1つ目の、本タイトル、とある配信者たちが暴露合戦。
まあ、いろんなことがあったんですけど、一つの暴露に対してちょっとそれをつけて、後のおまけみたいな展開のね、あの流れを喋っていきたいと思います。ですがちょっと抜けてる部分もあるんでね、抜けてたら抜けてるって言ってください。とある配信者が過去に、薬をやっていたんじゃないか疑惑が立ってます。はい、名前はルイさんです。昨日ね、またルイさんとエミ太郎ちゃんが喧嘩をしました。でエミ太郎ちゃんがなんかホテル取ったのかな。はい、ルイさんも女の子呼んでね、名前は姫ちゃんって子と一緒にいたのかな。で、まあ昨日それで揉めてました。その中で、エミ太郎ちゃんが酔っ払ってたんですけど、過去にルイさんはバイバイやってたと。薬の売買か葉っぱの売買かという話がありました。でさらに今日誠司さんとワンワンが話したのかな、ワンワンもルイジと付き合ってる時に実は何かしらの異変や違和感があったと、穴開きの感があったというような発言もあったりとかして、より一層ね、なんか薬を持っているんじゃない疑惑が立っています。ルイジさん、炙りか、そう炙り、ルイさんと姫ちゃんとコラボしてる時にエミ太郎ちゃんがこうやってね、これながら炙りやってんだよあいつらって言ってましたね、発言で。炙りってそもそもマリファナって意味だよね、合ってる？葉っぱか、じゃあ。いや、わかんないです。ちょっとで一応展開としては、まあね、政治も巻き込んで閲覧4000人超えでした。こんなことになっていたと、展開的に。警察も来たね。誰かの通報で誠司さんのところに警察が来て、で誠司がそれを全部こと細かく説明していたと。あとはな、あのツイッターでなんか報告してたりね、放送してなかった時なんですけど、でルイさんもさらしてました。で、なんかバーリアンで会わないホテルの名前、801、了解。なんかね、これ、男とエミ太郎ちゃんが連絡している LINE を公開しました、ルイさんが。そう、バリアンですね。で、エミ太郎も男と会ってると。ほんとふざけた女だって言ってね、言ってましたね。でさらにこれ動画だったんですけどね、こう言いました。エミ太郎ちゃんがツイッターでお腹を殴られて頭叩かれたと、まあ、DV 被害に遭ってると、いう内容を、まあ、ツイートしました。でルイさんもそれに対して反論があって、こんな感じで動画と11秒の動画なんですけど、は？殴ってきたのはそっちな？毎日暴れてストロング飲んでタバコ吸って OD してお金持ち、散財してホテルに男呼んで反省しろよ！赤ちゃんが買えそうだわって言ってます。で、さらにエミ太郎ちゃんが起きたら、もうすごい展開だらけですよ。起きたらすぐストロング、いかれてるねと。子供がいる状態でストロングを1、2、3、4、5本飲んでんのかな。ストカンをね、飲み干してました。で、さらに最後ね、どうなっちゃったのかっていうと、ルイさんの最後のツイッターにね、こう書かれてました。姫ちゃんとは何年も前から仲いいし、最初からご飯だけの約束でした。実際ご飯食べてすぐ解散して僕はエミリーのホテルに向かいました。ご迷惑をおかけしてすいませんでしたと。このツイートを見るとね、仲直りしたのかなと思うんだけど、その後に放送してるんだよ。この後の放送俺見てないんだよね。仲直りしたのこれ結局。じゃあルイさん電話するわ。いろいろね、聞きたいことあるし、
ルイージあった。出てくれるかな。でもルイさん毎回出てくれるからね、俺の電話には。でも本人の口からあ出てくれた。いやルイさん毎回出てくれるのよ、優しいから。あ、もしもしルイさん。あ、G 教のルイです。なんか俺の電話毎回出てくれてありがとうございます。本当に欠かさず楽しみに見てます。あ、本当ですか。あの多分眠たい中だと思うんですよね、お眠で。あ、全然バッチシです。もうキレッキレです。本当ですか。昨日あの枠見ました、あの神回を。僕の枠じゃないんですよ。まあそうなんですけどね、セイさんの枠なんですけど、またねやられちゃいましたね。あの人って本当にひどいですよね、本当。うん、いいとこ持っていくのにヘイト向けてくるし、最悪だよ。ちなみにルイさん、あのセイジが警察来たじゃん。はい。あれはルイさんが通報したの？いや、わかんないですよ。僕も、あ、うん、あのフロントの人に、あのエミリさんが寝てる部屋に、うん、勝手に801室入っていいですかって言って入っていくんですよ。あ、そうなの。店員さんが。あ、じゃあです。あのセイちゃんが、うん、勝手に入ろうとするんですよ。ああ、はいはいはい。エミリが寝てる部屋に。それは怖いね。うんうん。で、あの僕もちょっとその女の子が僕ん家に忘れ物しちゃったから、姫ちゃんが、うんうんうん、だからそれを黒川ハイツから荷物を取って、うん、その女の子に届けに行かなくちゃいけないのに、せい、うん、ちゃんがずっと下で見張ってて、うん、エミリの部屋の番号をエミリが言っちゃうから、うん、フロントの人に言って入ろうとするんですけど、うん、あ、そういうことがあったからじゃルイさん通報したんだ。いや違う違う、フロントの人に言ったんですよ。あの人ストーカーだから絶対、あの太ってる人勝手に部屋に入ろうとする、うんうんうん、でもう最悪通報していいですよって言ったんですけど、ええ、多分ホテルの人はめんどくさいから通報しないんですよ。しなかったんだ。はい。おで、なんかせいちゃんもなんか枠でなんか薬、エミリが薬物やってるから通報した方がいいんじゃないかみたい な、うん、なんか警察呼ぶかとかって言ってて、うん、なんか OD しちゃったらしいね、エミリーちゃん。はいはいはい、うん、だからタヌキの人から通報したのか誰が通報したのか分かんないですね。あ、そうなんだ。俺はしてないです。じゃあそれはじゃあルイさんやってないと、勝手に誰かがしたっていうことだね。はい。でね、ルイさんね、あの聞きたいことがあってね、はい、まあ、今日はあの本タイトルがとある配信者たち の、 あの暴露合戦っていうね、はい、タイトルで2つあって、1つ目の本タイトルがルイさんなんだけど、もう担当直入にも友達としてストレートで聞くんだけど、はい、薬やってる？あのですね、うん、これだけ言わせてもらって。あ、言わせてほしい。はい、ええ、昨日あのもう僕ん家にあの黒川ハイツにいきなりせいちゃんが来たんですよ、うん、でトイレ使ったんですよ、ええ、でせいちゃんって便座を下ろして座りションなんですよ。ああ、なんかね身についてるね、うん、はいはいはい。でその後にシュリちゃんもトイレ使ったんですよ。多分トイレ貸してって言ってシュリちゃんが。あ、チンポついてる女性の方ね。はい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 。そしたら、うん、あ、ちょっと待ってください。ちょ、エミ行ってくる。あ、今エミ太郎ちゃんいるの、そばに。いや、いないです。さっきエミリーなんか。いや、来ちゃった。なんか誰かが。気をつけて、誰かと見てからね。で、うん、正面して。シュリちゃんが、うん、多分タッチションでする人なんでしょうね。めちゃめちゃトイレ来てなかったです。おしっこめっちゃ飛び散ってて。あ、何？チンポもついてるんだまだ。シュリちゃんって、うん、あんなに飛び散らかしてタッチションする人なの？なるほどね。で、それはじゃあションベン。シュリちゃんまだ薬やってるんじゃないかなと思って。あ、逆にね。はい。でもね、ルイさん、はい、あの元カノのワンワンさんも言ってたけれど、あのルイさんと付き合って、あ、切られた。これ本当にやってんのかな？怪しいよね、いろいろと。ちょっともう一回電話するわ。ちょっと気になるもん。まだ聞きたいこといっぱいあるし。レイさん出てくれるよ。毎回出てくれる男だからね。俺は出てくれた。絶対出てくれるんだから。アルイさん？あ、もしもし。電波悪かった？パルパルさんの大ファンのルイジです。うん、あ、よかった。ルイさん、なんか話聞いたけど、何？結局さ、エミ太郎ちゃんのルイさん仲直りはしたの？いや、よく話せてないです。ただ本当になんかエミリさん昨日いろいろあったからいきなり風邪ひいちゃって、うん、
一緒に風邪薬買ってもうぐっすり寝てますね、辛そうに。あ、そうなんだ。あ、ちなみにさ、はい、ルイさんとワあのワオンじゃない、エミ太郎ちゃんはなんでこれ揉めちゃったの？もともと姫ちゃんとコラボすることは決まってて、それに対して怒ったの？一切決まってなくて、うん、なんかその、ね、まあちっちゃいことですよね、またこの間またちっちゃいこと、うん、この間もなんか勝手に池ちゃんが来たから、池ちゃんがね、嫌だって言ってエミリが出てっちゃったから喧嘩の掘ったんじゃないですか、うん、だったんですけど、今回も僕がバスケット行ってる間に、タカが3時間のバスケット行ってる間に、うん、勝手に人入れたり、お酒飲みながら外歩いてたら、俺約束したんですよ、外に出るならお酒飲まないでって、うん、はい、でせいちゃんがいるのにもかかわらず、誰が家黒川ハイツの鍵閉めんのみたいな。ああね、はい、うん、本当そういうなんか、なんていうんですか、自己中な行動に対してイラッとしちゃって、ああそれで結構もう家帰りたくないって言って、うん、そうで、たまたま新宿に姫ちゃんがいたからご飯だけ食べに行ったっていう話ですね。あ、そうなんだ。はい、そしたら怒ってオーディして男ホテルに呼んでみたいな。え、その男の人は誰なの、配信者？いや、本当にエミリーバカだから LINE 公開するから、うん、Twitter に載せたりするから、いろんな男の人から LINE 来るし、うん、DM も男の人とすぐ来たらちゃんと返信して連絡取るし、ええ、本当スーパー出会い級ですわあいつ。え、これは一体誰なの？あ、もう千葉からもう前から連絡してきて、うん、もう千葉から速攻でセックスしたくて飛んでくるみたいな。なるほどね。はい、車でビュンビュン飛ばしてくるみたいな。で、あと、うんうん、電話俺が出て、てめえ人の女に何してんだこらって言って切ってブロサクしました、速攻で。あ、なるほどね。え、ちなみにルイさん、お腹殴ったの？頭もはたいて。ごめんね、質問多くて。もうごめんね、罰が悪いのかなこれ。実際どうなんだろうね、怒ってる。お前、薬の話は最後だよお前。その薬の話したら切られるからすぐ。もう引き詰めるとこはお腹を殴ったのか薬かっていう話だけど。ルイさんが出てくれるよ、毎回出てくれる男だからね、本当に優しい男だから。あ、すいません。あー、ルイさん出てくれると思わなかったよ。うん、パルパルさんの 大炎上ニュース楽しみにいつも聞いてます。本当にありがとう、ルイさん、はい、ルイさん、ね、でね、いきなり話、もうこれもちょっとね、切らないでほしいんだけど。絶対切らない、もう、うん、二度と。エミ太郎ちゃんがお腹殴られて頭叩かれたってツイートしてたのね。はい、これはやったの？いや、正直な話にしていいですか？いや、もうほんとしてほしい、その真相を知りたい。本当に、うん、僕今追い込まれてるんですよ。なんで？いろいろ精神的に、うん、どうして、何があったの？ゼロワンさんとの試合があって。ああ、まあまあ俺も行くよ、ルイさん、その時。はい、うん、なんでたまにゼロワンさんに見えちゃう時あるっすね、エミリが。それだったら抱けなくない？もう時あれ、目の前に川西がいると思って、うん、ボディーブローでいっちゃうっすね、ボボボボボって。あ、じゃあ殴ったの？よくボディーブローしたの、しかも川西が襲ってんだ、たまに。やばいよそれマジで。眠い時とかに、眠い時とかに、もう玄関か、もう俺もう今からあれなんですよ、川西に戦に向かい備えて、うん、食事制限してんすよ、もう。はい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 、あれ落とさなきゃと思って、フェザー級に、うん、落とさなきゃと思って。マジで言ってんの、ルイさん？幻覚見えてんすよ、何も食べてないんで、水も取らないし今。ちょっとほんとお腹やめた方がいいよマジで。そんな時にエミリさんが襲ってきたら、ちょっとでも話しかけてきたら、もう俺カタカタ言ってるんで、減量中なんで。あ、なるほどね。だからイライラして殴っちゃうんだ。俺に触るなって言ってるんですよ。じゃあどれぐらいのパンチ力なの？こう音でならできる、こう。だからあれですよ、うん、もう本気でパンチングマシンの、うん、新記録狙う時ぐらい。マジで？ルイさん頭おかしいから病院行った方がいいかもね、精神的な。おかしいよマジで。一緒に行ってよ。いや、ちょっと行きたいね本当に。多分ルイさんね、これあんまり言いたくはなかった、友達として、うん、俺ね本当になんか糖分というかあるんじゃないかなって。そう、幻覚も見えてるな。これ多分たくまくんに殴られてからおかしくなったね、なんか。あ、頭が、うん、のぼとみ手術みたいな、うん、前頭葉多分やられちゃって、
人と違う行動を取るようになったね。ねえ、たくまくんのせいだね。請求してほしいね、たくまくんに。あ、微糖か。うん、うん、であとさ、ラスト聞くんだけどね、薬やってるの？ルイさん、なんか葉っぱやってるっていうね話が出てるんだけど、 それなぜかっていうと、エミ太郎ちゃんがまあその昔ね、あのルイさんバイバイやってたと、うん、でそれでまあ、うん、葉っぱとかそういうのを売りさばいてた。エミリさんは勘繰り深いね。勝手にそういうの、勝手に想像だけで話してるね。あ、そうなの。うん、あと、うん、今日通知が来ました。なんて来たの？クワッチでそういう話は一切、過去にしてたしてない問わず、うん、嘘でしょ。そういう薬物の話はしないでくださいって落とされました俺。あ、じゃあ俺もやばいってことこれ、ルイさん。そう、クワッチでは一切そういう話はしちゃダメだった。あ、じゃあもう普通に葉っぱ隊、はい、葉っぱ隊やってたの？いや、うん、起きられた。もう話ならんわ。ワンワンは見たことあるらしいけどね、そのカンカンを。で、話をしてたらしいよ。え、どうなんだろう、ルイさん。幻覚を見える。で、俺今会話してたけど、会話が噛み合ってない。葉っぱ隊やってる可能性あるね、これ。会話も噛み合ってなかったね、ルイさんと俺今。話をそらしてるというか、俺の話をなんか聞いてるけれど変な展開に話すというか。ワンワン電話しろ。ワンワン出るかな、これ。あ、もう 1時間経つんだけど、ルイさんの件で。落とされたら、あ、落とされないでしょ、だって葉っぱ隊の話なんだ。でもボディーブロー本当にかましたんだろうね、ルイさん。ボディーブロー。あ、ワンワンおはようございます。あ、ごめんね、ワンワン。大丈夫？うん、おはよう。寝てた？うん。ワンワンさ、どれぐらいで寝たてたの？今すぐ寝たの？うん。で、ワンワンね、聞きたいことがあったね。ルイさんのね、なんか昔、過去に勘があったって話聞いたのね。なんかその子作みたいなやつ、うん、でその中に葉っぱ入ってたのかなと思って。いや、うん、仏は見てない。うん、あ、仏は見てない。ただそういう缶に入ってるんじゃないかと思われるやつがあったんだね。入ってるっていうか、それ上に乗っけて吸うやつだから、炙りつって。なるほどね。カンカンの作り方、こう、工作でね、夏休みの工作とかで。なるほどね。そう。炙って吸うやつだから、そのカンカンを。で、それで喧嘩になったんだよ。何やってんだよ、こう。そのカンカンという工具が、工具というか、その部品があって、喧嘩になったんだ。そう。で、その時じゃあ、ワンワン的には、感覚的にはやってたんじゃないかって。工作的に作る人もいるかもしれないじゃん、世の中にも。私はそれを やってるのを見たことないからね。あ、確かに。実、うん、あ、じゃあ分かんないんで、そこは。分からん。ただそのカンカンって、そのカンカンに火をつけて炙るってことだよね。うん、チャッコマンとかでね。ああ、ね、うん、そのために使う材料というか。で、それを私ね、その時に、うん、逐一リスナーさんで聞いたんだよ。うん、だからリスナーさんがそれはなんかアプリで使うやつだみたいな、うん、で、ワード教えてくれて、うん、で、それで私も怒って捨てたの、うん、だからワンワンのリスナーさん知ってる、それは。
なるほど、閲覧が低い時だ。じゃあ100とか200の時にちょっと燃えたんだ。それで燃えたんじゃなくて、うん、別にまあ当たり前やろルイージやったらみたいな感じで、ああね、ちょっと面白い半分になってたぐらいのおじゃらけ感で。そう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 、なるほどね。それでやってたんじゃないかっていう話を昨日なんか薬の話題になったから出したんだ。ワンワンが今日か、てか、ま、うん、前言ったんだけど、ね、それはその当時のカンカン室でやったみたいな感じで、なるほどね。でまた言ったんだ今日政治の電話で、だからそういうことがあったよって、うん、ああね。でももうこれ以上なんかちょっとあるんだけども、うん、あるの、もう、うん、これ以上ある。マジかよ。けどもう話をするのはやめる、うん、あのタッチで。そうだね、まあ、あそこのカップル関わるとまあ飛び火来るからね、ワンワンにも、うん、刺してバルちゃん、え、なんて、お察しください。ああそうね、ごめんね。で出たのに起こしちゃってごめん、ワンワン。今度お詫びにご飯おごらせてよ。本当に？本当だよ、東京来た時ゴンとおごるよ。私ね、4月に行くから、うん、春口ね。何食いたい？悩んじゃう。かき氷。かき氷？うん、あ、任せて。台湾のかき氷買わしてやるよ。うん、分かった。じゃあおやすみ、ワンワン。いや、今から起きるわ、うん、あ、ほんと、さすがにイベントやから、うん、気合い入れてね、起こしてくれて。そのためにも起こしたんだから俺、あ、イベントだと思って。当たり前じゃん、もう出た、うん、元気出してね。あ、みんなのワンワンにイベント無料アイテム投げてあげて、もう本当に、ありがとう、うん、ありがとうね、うん、うん、はい。だからカンカンだけだな、見たのはカンカンだけ。あれなんか、おい、なんだなんだ、大丈夫かこれ。画面は直ってます？ちなみに俺の画面は、画面真っ黒になったって言ってるから、ちょっと見てみるか。真っ黒ですか？綺麗なデブ映ってるけどね、大丈夫？あの見えづらい人はあのバックグラウンドっていうか、その一回戻って見てよね。オッケー。まあとりあえずね、話の展開的にはまあ昨日ね、エミタロウちゃんとルイさんが喧嘩したと、まあ、些細なことで、でルイさんは、まあ、姫ちゃんと一緒にご飯食って、でエミ太郎ちゃんはホテル行ってね、まあ、ストカンめっちゃ飲んでたりとかして酔っ払って5本ぐらいストロングゼロ飲んだのかな。で男の人にいろんな人に連絡したりとかして、あとはルイさんの暴露して、結果的にまあルイさんとエミ太郎ちゃんがホテルに一緒に戻ったと。でさっきの会話の流れで、あのエミ太郎ちゃんいるの？みたいな話した、多分いると思います。うん、多分仲直りしたと思われます。はい、仲直りということで、ルイさんとエメ太郎ちゃんの喧嘩問題でした。いやでもすごいよね、閲覧4000から5000人いたもんね、政治の枠だけど。やっぱね、ふわっちのカップル配信で一番すごいのはやっぱルイジエメ太郎カップルだね。ねえ、あんなのがなんて言うんだろう、キャリーちゃんとコリンスとかになってもならないもんね。あ、知名度っていうかそういうの部分では上がってるよね。ワンチャンゼロワンとかセイジの女芸やってもかなわない可能性あるよね。やっぱ妊娠してるっていうのが大事だよね。これ妊娠してて若母ちゃんのことが心配だからって見に来る人がいっぱいいるんだろうね、きっとね。エミ太郎ちゃんもね、子供いるんだからもうお酒やめなさいね。え、あのコーラが一番だよね。コーラ、コーラはいいよね。妊婦さんコーラダメか？何がいいの？妊婦さんはコーラはいいよね、飲んでも。コーラもダメ？水がいいの？じゃあお茶の綾鷹がいいよ一番。
あやたか。あ、お茶もダメ、水なの。あ、そうなんだ。じゃあ水飲みな。うん。お茶もダメなんだ。妊婦さん大変だね。だから女の子に対して俺も改めて感謝する気持ち持ったわ。本当ありがとうございます。ね、辛い辛い思いしてその中で俺を産んでくれてありがとう。本当に母なる生命よ。本当にあります。これで女性ファンはついたな俺にな。あ、こんなに女の人を思ってくれるデブなんだって。ご飯ついたでしょ。じゃあ次行きます。本当はこれで終わりのところをしたいんですけど、終わりじゃないんですよ。実は昨日ね、とある配信者が暴露をしました。名前はイキリストです。なんとイキリストが、中田会長のことに対して、まあ、ウイタも含めて暴露をしました。はい。まあでも暴露の内容が多すぎてちょっとは把握できない部分もあるんで、まあそこ抜けてるよってあればちょっと言ってください。で、内容としてはまず M ヒデさんの暴露から。M ヒデさんがなぜ会社の方に、まあ、電話が来ちゃって、その会社がバレてしまったのかの経緯を昨日イキリストが暴露してました。内容は中田会長と M ヒデは、まあ、昔組んでたと。まあ、3人会うことがあったと。ウイタンと中田会長 M ヒデで、その時の M ヒデさんが名刺を渡したらしいんだって。その名刺がなんと流出してます。はい。まあ、それによって、まあ、政治とかウイタンの方にね、その名刺がまあ来てるわけですから、まあ、祝電をしたという話になってます。イキレスの話を聞くとね、名刺、中田会長と名刺交換した時に名刺が流出してると。中田会長がその名刺をまあ流出したんじゃないかっていう話をしてました。でさらに、なんかイキリストの暴露ね、中田会長のことを政治と言ったんで、裏で気持ち悪い人と呼んでいた模様、はい、らしいです。イキリストの話なんでソースはないですね、ほぼほぼ。で、さらに金がないらしいですね、中田会長。なんかリボ払いしてるという暴露もありました。はい。あとはなんか、リリーさんと中田会長の喧嘩の部分で、中田会長が、タヌキで取らないでって、お嬢枠っていうね、お嬢っていうね、配信者がいるんですけど、その中で、中田会長取らないっていうタヌキの枠にコメントが書かれたと。それがだから リリーさんの指示でやったみたいなことで、ちょっとした揉め事があったらしい。その時に中田会長がお嬢側についちゃって、なんかそこでまた揉めたという話をしてたね。じゃあもうイキリストに電話した方が早いわ。これイキリストに電話するわ。いやこれでもソースないからね、リボ払いとかも。イキリストの話聞いてたけど、ソースってなんかあったっけ、どれか。あ、ちなみに中田会長もイタンも黙ってないですね。こんな LINE もね公開されました、リリーさんに対して。中田とぬウイタンち、これリリーさんの LINE ね。これが昨日ね、ウイタンと中田会長の枠で公開されました。中田会長とヌ・ウイタンたちにカバ、お金取られる、騙されかけて裏切られたみたい。ざまあ、こいつら共倒れしろって思ってたから、チガチガ消えてほしい。カバも中田もウイも。こんなラインがね、出てます。まあ、リリーさんはもともとなんか揉めてたからね。うん、まあ、リリーさん怒ってるよ。だからイキリストに電話するわ。出るかな。こう間違ってたらダメだから、確認の電話ね、一つ一つ。
あ、出ない。寝てる可能性あるね、これ。あ、エキちゃん。おはよう。おはよう。昨日なんかエキリストが中心で神会を出したって聞いてね。うん、そんな神会じゃないけどね。いや、でも閲覧3000、4000は行ったんでしょ。あ、行ったんかな、全員合わせちゃう。すごいよね。だから2日連続エキリストなくて5000、3000、4000。もう来てるね、時代がね。してないよ、うん、でね、イキリストね、炎上ニュース今やってるんだけど、ほら間違ってたらちょっと困るから、一応確認電話で、これ合ってる部分、このイキリストの暴露の流れで、うん、合ってたら合ってるって言ってほしい、間違ったら間違ってるって言ってほしいんだけど、うん、まずエムヒデさんの暴露っていうか、エムヒデさんの情報を流したのは中田会長みたいな、これ合ってる？中田というより、その、うん、エムヒデさんが政治の、言うと、ずっと脱税を追ってたやん。あ、あったね。うん。で、エムヒデさんは政治に税金を納めてほしいっていう一点だけないの、目的って。ええ。で、別に、その、顔ディスとか、政治に対するアンチじゃないよね。うん。で、はじめ、ウイタンと政治が別れたときに、うん。言ったら、ウイタンは政治のことが嫌いになって、うん、中田も政治のことが嫌いになって、うん、言ったら、エムヒデさんからすれば、政治のことって好きか嫌いかで言ったら嫌いやん。まあね、税金のことだったし。だから、エムヒデ、ウイタン、中田の3人が政治のことが嫌いっていう共通点ができたよ。で、そこでリアルで会うみたいな？そこで、エムヒデさん、エムヒデさんの彼女、ウイタンの3人と会ったんよ。会ったんだ。実際には。うん。で、会った時にエムヒデさんがそこで名刺を渡しちゃったよ、ウイタンに。自分の会社のね。そう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 。なるほどね。で、その名刺によってエムヒデさんの会社がバレたよね。だから。で、電話されたっていう。政治、ウイタンが連絡したってことでいいのかな、これは。ウイタンと中田が一緒になって連絡した。それ以外に漏れるところがないから、エムヒデさんの会社って。なるほどね。あ、中田会長も連絡したの、これ。で、その時に中田は来てないけど、うん、言ったら、なんでそのエムヒデさんとウイタン側が割れるっていう話になったかっつったら、ああね。初めは、うん、その、政治の、言ったら、脱税を追い求めてたけど、うん、どん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 味方が、エムヒデさんってファンチ的な、立ち位置になっていたよ、うん、なんか電話したり政治と、うん、ラジコン会って言うたら、うん、ウイタンと中田からすれば思うようにエムヒデが動いてくれなかったから、うん、自分たちの思い描いてるようにラジコンにならなかったと。そう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 。でエムヒデはどういうことやっていうので中田がになっていって、うん、まあ最終的に喧嘩っていう風になって会社の名刺渡しちゃってるから、エムヒデさん。だから10人ぐらいに流出したんでしょ。もっとよ。もっとなの、うん、これ誰が流出したの、これはウイタンがやったの、これは。そうやで。じゃないと政治が、エムヒデさんの会社分かるわけがないから。確かに。じゃあウイタンがその名刺をいろんなとこにばらまいちゃったみたいな、うん、っていう図なんだ。うん。であいつめちゃくちゃ軽いで有名や。アルちゃん曲がってるやろ。いや、俺はウイタンあんま関わりないんだよ。会ったことあるけど。だから、モレロのウイタンしか存在しない、ね。うん、ああ、それだったらそれ聞くと性格悪いね。めちゃくちゃ。うん、それはなんで知ったの、イキリストは。いや、俺だって、うん、政治が中田のことを、なんか潰しちゃうみたいに配信してた時に、うん、俺ずーっと黙って、いろんな人間から LINE とか聞いとったんよ、いろいろ話。あ、なんで、じゃあ、イケス、これのことに関してソースがあるんだ。ソースというか、そのいろんな人間から話を聞いて、ああ、なるほどね。みんなの言ってることが全員一緒やから一致してたから、じゃあこれの暴露を踏み切ったんだ。だってソースって俺 LINE 出しても LINE なんか作りもんや言われもん。ああ、なるほどね。自民にじゃあ何出せばいいねって話じゃない。確かにね。え、で、あとさ、うん、なんだっけ、中田会長がリボ払いっていうのは、これは本当なの？中田リボ払いよ。リボ中田2回目しちゃだよ。これはリボ払いっていうのは、まあ要するに借金してるってことだよね。だから、うん、あいつお金なくなって配信者だったよ。え、それは本当なの？それはイキリスト。
で、だからリリーと中田が揉めた時に、リリーにイベント株して、なんかヌーとかから投げてもらってたやん。うん、あったかもね。お金ないんよ、うん、今。あ、その投げてもらっている状態、金ないか必死でイベントやってるみたいな。そうそうそう。だからヌーとかなんか、まこまこ、ヌー、中田、ウイ、4人でダブルデートとかしてんねんからさ。じゃあ中田会長、今現在金も何もない状態でリボ払いで生活してるってこと？うん、それ本当なんか、本当なの、イケイス。それはあるちゃん、ラジオ画像に中田の顔に変えてよ。俺顔じゃない。ああ、なんか間違って出しちゃったやつ。うん、いやそれはできないよ、怖いじゃん。え、訴えられるよ。イケイスの好きの やってなかった。やった、昨日は出してないよ。うん、出せない。政治の、あの雑談たぬきにも貼られてるよ。ああ、そうなんだ。うん、マジか。だからその中田会長のリボ払いっていうのはどっから来たのかなってめっちゃ気になっててさ。だから政治とかウイタンもはじめ中田のことは、うん、あのずっと自己顕示欲の高いただの投げ師やって。でも200万ぐらいしか投げてないらしいから、総額。あ、政治のとこに。うん、政治枠。あ、そうなんだ。あ、それもすごいけどね。うん。で、うん、要はウイタンと政治が別れて、うん、ウイタンのことを真っ先に連絡取って、うん、で、ウイタンの今付き合ってるやん。あ、でも否定してなかった、付き合ってること。で、付き合ってるの決まってるやん、そんな。あんな誰が見ても付き合ってるになるよ。まあまあ、なんか中田会長結婚してるんじゃなかった。でも最初持ちやで。だから不倫になるってこと。うん、だから本人バツイチとか言ってるけど、うん、戸籍謄本まで取らなあかんのかなと思ってる。でも戸籍謄本俺が取れるわけじゃないしさ。まあね、うん、でもウイタンと中田会長はもう池江さん間違いなく付き合ってると思ってるんだね。うん、あとなんか歌舞伎町の人間から飛んでるよ彼。え、飛んでるっていうとはどういうこと。なんか歌舞伎町の、no. なんかその夜の店やってる人からなんかずっと逃げ回ってるらしい、うん、あ、噂としてね、そう、あくまでも。中田と会ったことある女配信者が言ってんのよこれ。で、その子キャバ嬢してんねんけどさ。嘘でしょ。で、その女配信者言ってもあの趣味程度の配信ぐらい。あ、でその人がなんか噂で聞いたことをイキリストに言ってきたんだ。その人から俺は聞いた。それはもう確かなことなんだ、その女の子の。でもその子キャバ嬢やし、うん、そんなメリット、俺に嘘つくメリットもないやろうし、ほんまのこと言ってるんじゃない。へぇ、そうなの。そんなことになってん、中田会長。うん、でさ、昨日さ、中田会長にイギリスと会いに行ったじゃん。そう、一日で大阪帰って、その日にまた東京来たよ。で、会えたの結局。なんか会えなかったとこまで見た。逃げたんだ。で、図としてはさ、大阪帰ってる時に、うん、あいつ浅草でウイタンとリアドツマジでやってたやん。あいつ前もなんや、前も俺が東京から大阪帰ってる時に大阪、うんうん、じゃあ俺が東京行ってる時にあいつ大阪行ってリアドツマジとかしちゃう。ああね、うん、後編だったで。ちなみにこれ図としてはさ、うん、中田会長ウイタン、さらに天然ストレートさん VS イキリスト、セイジもイキリスト側についたんだよね、一応。え、セイジとは一瞬その会いにはってない。セイジとはなんか最後こう合流しただけ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ今イキリストが一人で戦ってるって感じ。仲間とかいないの、その配信者の。あ、おらおら。あ、もうやってんだ。あ、これもずっとやっていくの。じゃあ会長の件に関してはもう、ちょくちょく定期的にやっていこうかな。まだ言ってないこともあるの、ちなみに。あ、爆弾1個あんで。それは嘘つき。それ誰のことなの。それ中田会長のことなの。中田とウィータンとヌーとマコマコの4人のダブルデートの写真。そう。なんでそんな持ってんの。え、ガーシーやん。完全にガーシーやん。マジか。マコマコ口軽いから、うん、ユマルとかに平気で送るからね。あとなんかマコマコちゃんのソース来たんでしょ。なんかソースというか、何、なんかユマルちゃんが怒ってたよ、ツイッターで。ソースがないみたいな。うん、あ、ソースあるよ。
だってダブルデートしてんのやん。はいはい。中田もウイもヌー様も別にそんな自ら自分から言わんやん。うん。でマコマコが一番仲いいの誰と考え言うまるしかおらんやん。みんなが考えても分かる話しちゃう。ああ、その話の部分でね。うん。一応ゆまるちゃんが言ってたのはキリストが今回の情報源がマコモコイコール私という謎のクソみたいなヘイト向けしてきてるけど、私がマコモコから聞いた情報が流れているなら私とマコモコの仲壊れますけど、残念ながらそんな話は一切マコモコから聞いたことありませんって言ってる。で、知らなかったことをどうリークするんっていうことで、リークしてないみたいなね。ツイッターに更新してる時点でリークしてるやろもう。すぎやって。ツイッター消えちゃったけどね、ちなみにまるちゃん。あ、ツイッター消えたんや。うん、いなくなっちゃった。だから4人でダブルデートの写真いつか公開しようかな。そう、そのタイミングはいつなの？え、じゃあ今後はもう詰めていくんだ。うん、やっていくよ。あ、ちなみにさ、これちょっと俺ね、ここは聞き忘れてた部分があって、うん、リリーさんと中田会長は何で揉めてるの？要はあの、うん、お嬢っていうあのデコ狭い女配信者おるやん。あ、可愛い子ね。うん、大して可愛くないけど、はいはいはい。そいつがそいつの枠でタヌキが私の中田会長を取らないでっていうコメントをしたよ。ああね、うんうんうん、うん、でそこの枠のリスナーとそのお嬢でこれを書いたのがリリーだ。あ、指示したのリリーだ。そう、私の中田会長取らないでとコメントしたのはリリーだって勝手に言われたらしい、うん、言われて、はいはい、リリーが、うんうん、でリリーはその裏で配信してたんだよ。だから書いてないと、うん、で私、うん、その鳩が飛んできて私はそんな一切書いてないし言ったこともないし別に中田会長私には投げてないってリリーは発言残してるね、うん、でそれでもずっとリリーやリリーやって言われてリリーが怒ったんや。なるほどね。で、その日にお嬢の枠で中田も来てリリーも呼び出されて、うん、で、お前が書いたんだろうと、で、お前お嬢に謝るよと。ほんで、中田が言ってきた条件っていうのが条件があるの？お嬢に謝る。そして、次の、それ7月の出来事で去年の、おうおう、翌月の8月の誕生日月はイベントを出るなって中田がリリーに言ったよ。でリリーはいやそんなことはできひんと、うん、でリリーはもう あもうめちゃくちゃヘイト向けられていろんなことで。ああ、その中田会長から。そうそうそう。ほんで何千人の前で泣いちゃったよね、あのリリー、強い女が。うん、へえ。でリリーはそのやってもないことに謝ることはできひんと。ああ、やってないもんね。うん、うん、ただお嬢さんの枠がその荒れちゃってイベント中にこういうことになったことに関しては私は謝りますってリリーは大人な対応を取ったよね。あ、なるほどね。でもそこがまだちょっと突っかかってるんだね、やっぱりね。でそこで揉めたね。でそのタヌキでコメントしたのが誰か聞きたい、バルちゃん。え、いるの？黒幕が。だからリリーに全ヘイトを向けて私何も関係してないよってうんぞり返ってるヤギがおんねんけど聞きたい。ヤギなの？うん、それはもう答えみたいなもんだけどね。それ誰なの？ウイタンです。ウイタン？ウイタンがお嬢の枠でそのコメントをし、リリーがめちゃくちゃ悪いように仕立てられ、えぇ、現場に駆けつけ、まあなんか俺の名前が出たからっていうので、ウイタンが書いたのそれ？ウイタン有名やん、誤爆で。え、それはさ、でもタヌキだったから誤爆なんじゃないんじゃないの？いや、それはタヌキよ。でもいろんな枠でコメントしてるのは有名やん、ウイタンは。あ、なるほど、タヌキで書いてて誤爆したりとかしてるみたいな。そうそうそう。で、そのソースに関してはちょっとそこはあるの？ソース？ソースなんかいらん。なんでそんなソース求めんの？いや、考察で言ってるのかな。え、だから別に信じひん人は信じひんでいいし、うん、俺の話の辻褄ってめちゃくちゃ合ってると思う。あ、そういうことね。辻褄があるから、うん、だから別に信じる人間だけ信じたらいいんじゃない？なるほどね。うん、
え、マジか、ウイタンが書いてたのか。そう。そのそれやってたらマジで腹黒いけどね。え、腹黒いやん、あのヤギは。え、ウイタン、あ、てか、うん、あのウイタン税金の紙来たらしいよ。ウイタンも、うん、払えないよ、ウイタン。ウイタン、え、それはウイタン自身が言ってたの？うん、とある。だから、うん、マコマコは全部口軽いからいろんな人間に全部喋る。マコマコだろ。やばいじゃん、マコマコ。めっちゃかもよ、マコマコ。え、じゃあこれは何、まだ言ってなかった内容なの、これは。あ、そうそう。ええー。まあ、あの、税金払ってくださいねじゃないけどね、その紙は。あなたネット配信しますよね、そこで収入ありますよね、納めてますか、あの、今みんな来てるやつね。それね、それウイタンも来てるから払いなよ。じゃあイキリストの情報って結構マコマコから来るやつもあるんだ。いや、マコマコから直接来てない。あ、マコマコから他の人に言って他の人がイキリスト経由って言うんだ。そうそうそう。で、マコマコからだよみたいな情報源は。そう、なるほど。いや、イキリストありがとうね、電話出てくれて。こんな感じかな、うん、だから今からウイタに電話するけど、なんか聞きたいことがあったら聞くよ、うん、あ、聞きたいこと、うん、聞きたいことはないけど言いたいことあるかな。ああ、なんて言えばいい。さっさとステッカー送れって言ってて。あ、そっちね、うん、分かった。ステッカー詐欺もしてんねんから。うん、了解了解。じゃあ、あと中田が俺のこと訴えるって言ってたから、うん、さっさと訴えろって言っといて。あ、マジか。うん、イケレスとはもう来いよって感じ。もう弁護、だってあいつら訴えへんやん、ロビンソンも。まあまあ、そう、ロビンソンさんはなんか訴える訴えるけど訴えへんやん。いや、ロビンソンでもランハゲさん訴えたからね。いや、あれはだって刑事事件や、民事なってないで。ああね、ああね、うん、まあまあまあ、ちょっと難しい部分もあるけどね、俺も。分かった。え、キリストありがとう、寝てたと思うけど起こしちゃってごめんね。いや、用意してたよ。今日パルちゃん俺リアドツ待ちするからおいでよ、東京。え、東京行けないよ俺。大阪だから無理。大阪いつ帰ってくるの？昨日帰ったよ俺。で、昨日行ったでしょ、また。そう、昨日帰って、昨日行ったんでしょ。うん、大阪滞在時間5時間。うん、だからすごいよね、行動力も。疲れたよ。麻雀呼びたかったんだけどね、本当は。あ、昨日。そう、でもやるメンツおらんくない。いや、もう集ま、あの、徐々に大阪勢を集めてる俺は。あ、そうなんや。うん、だからできるよ、3人うちなら。オッケー、じゃあ待ってるわ、イケレスト。また連絡するわ、パルちゃん。ありがとうね、イケレスト。ありがとう。いつも電話でありがとうね。はーい。無限の彼方へ。何笑ってんの。いやいや、イケレストやるのかなと思って。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。こらえて。やれんの。勝って。ありがとう。なるほどね。じゃあちょっとウイタにかけてみるか。イキリストの暴露は、まあ、ウイタンと中田会長系の内容だね。今日電話いっぱいしなきゃね。出ない、いや出ると思う俺、電話は。出ないか、さすがに。いや、でもね、まあ、その中田会長が金ないはどうなんだろう。金あるでしょ、さすがに。リボ払いとか。じゃ出ないね。じゃあちょっとマコモコちゃんにかけていい？マコモコちゃん口軽いのって。これも出ない可能性あるけど、これか、政治から、これか。
プル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 じゃあ中田会長にもかけてみるか。これか。これ中田会長だよね。OK。まずね、中田会長に聞く内容は、昨日の生きる人の暴露はどう思ってるんですかぐらいの質問をするか。全員出ないわ。浮いた中田会長まこまこ。出ないね。じゃあ最後リリーさんにかけるか。いやこれワンちゃん俺が嫌われてる可能性あるからね。完全に。それもあるからね。またリリー、またリリーの、どれだっけ、リリーさんのライン、最近電話してないから結構後ろらへんにいるんだよね。リリー、だいたいペニーさんのセットだから、ペニーさん探せばリリーさんあった。ゆまるちゃん、あ、リリーさん、おはようございます。おはよう。あ、寝てた？リリーさんも。てか、マジさ、もう昨日もエキリストがやった暴露を私がお金出しエキリストにやらしたとか中田がヘイト向けてきて、指示出してるみたいなね。私エキリストにお金払ってそんなことしてない。勝手になんかウィート中田の暴露ってやってたのを、全部なんかイキリスト悪くない全部リリーのせいだって中田がずっと言っててさ、ヘイト向けされてたんだね。そう、8ヶ月中田にいろいろバーバー潰すってなんかもうそのちょうもないタヌキの事件から言われてて、イベントもずっとかぶしてやるとかさ。だからリリーさんがイキリストにお金払って依頼したことはないってことだよ。ない。それはイキリがそんなのお金払ってやるような人間でもないし、私もそんなことぐらいイキリストにやらせんでも自分でできるやん。そうだね、配信で、反論やったら配信5年もやってんからさ。でね、聞いたんだけどイキリストから、あの俺その時見てなかったんだけど、何リリーさん泣かされたの昔。いや、なんか1000人の前でお嬢ってこのその普段は閲覧しかけたぐらいのって、あの中田会長もその電話をでコラボ上がってて、私もそこにコメントしたんよ、すいませんでした。なんかずっとディスってるから私のことをもうわで、あの謝ったよな。あの内容としてはお嬢っていう枠にリリーさんがタヌキ枠でコメントで中田会長私の取らないでみたいな。いや、それは書いてないんで怒ったの。 そんなアホなことせんって、なんで私がその知らんこの枠で会長取らないでって会長が推してるこの枠ですんのってことでちょっと怒ったの、裏 でちょっとエンタメみたいな感じでちょっと怒ったのを中田会長聞いちゃって、そうなの。で別になんか本当に怒ってるわけでもなかったけど、タヌキがすごい中田なんかそのリリーさんがそんなことするわけないやろみたいな感じ、うちの枠が盛り上がってて中田にわかかみたいな、それにコメント欄とかに中田がめっちゃ聞いちゃって、そっから喧嘩が始まった。あ、ガチ喧嘩始まったんだ。それでイベントかぶされて、1位取れんかったらリリーにずっとかぶす。そして私はお嬢の枠でその後謝ったんですよ。ボロクソ言われてたから、ほんで頭下げたら大人に対応と思って、そしたら条件が謝った後に条件がその次が誕生日だったんだけど、それ稼ぎ時だと思うけどそれイベント全部出ずに休め言われました。でその書き込んだ時は裏でリリーさんやってたんだよね。だから書き込むことはできないみたいな感じだよね。いや、その書き込んだ時はどうやったか忘れたけど、その鳩が来たのは私が配信中に。
だからリリーさんはそのお嬢っていう枠に書き込みがまあできないという物理的な部分。いやしませんよ、そんな会長取らないでとか、そんな私別にガチで押してもらっとったわけでもないやからさ。なるほどね。うちはうちのなリスナーさん、女の子のリスナーさんで、あと会長が別にうちのリスナーでもないし、お世話になったことはあるけどね。ちなみにその枠を荒らしちゃってごめんなさいって言って、なんか条件つけられたの？そう、これからそのなんていうのイベントに出るなと、8月たっぷり稼ぎ時に。それは会長に言われんでも、私メガホンとか貯めてくださってるね、1年間リスナーさんおるから、ね、そこはリスナーさんの気持ち踏みにじることになるから、花も立ててくれようと貯めてる人がいるから、そこはダメ、誕生日やらせてくださいって言って1回しか出なかったんですよ。あ、じゃあ4月の頃は1回だけしかやってなかったの？8月ね、8月誕生日月に1回だけ。おそら覚えてるよ、もうリリーさんの誕生日ぐらいね、8月ね。8月1回配信やって、8月はもうやってなかったんだ。やってなかったんで、イベントに出るなって言われたの、強制的に。あ、8月のイベントには出るなってやって、イベント出てなかったん全部。でも誕生日があるから、やっぱりそこの前後だ、1回だけ出たの。3回ぐらいあるじゃん、で誕生日につけたら、ついたマースリーとか狙いたいけど、そこはもう会長がその圧力かけてくるから、1回しか出なかったんですよ。リリーさんがそんなすんなり言うこと聞くなんて珍しいね。だから8ヶ月間我慢して、ずっとあの人はそっから謝っても私の名前を出して、バクソババクソババで YouTube でも残ってるけど、中田ういで検索してもらったら、クソババを連呼して何でも私のせいにしてた。昨日もイキリスは悪くない、リリーが全部悪いって言ってた、20回100回ぐらいで。それを私は YouTube で見てジンマシンが8ヶ月止まらないのよ。あ、なんかやってたね、タイトルでね。それが何、中田会長にやられたせい？そう、すごい粘着のストレス。ジンマシン止まんないんだ。だからずっと配信中も出てきて、あれぐらい飲んでます。じゃあ 8ヶ月間ずっと誹謗中傷されて我慢してきたんだ。そう、だから我慢してた、ね、今日昨日のイキリストに金払ってやらせてるでブチギレ。もう我慢しなくていいやって。もうそう、私ばっかりなんで、しかも金払ってやらせてて、荒らしてるコメントも全部リリーって言われたからね。私そんな寝てる時に会長が配信してて、見てないのに荒らしてるコメント YouTube 見たらさ、これは全部クソババがやってるからって言ってんのよ。いや、それはやばいよ、ヘイト向け。もう全力でリリーさんヘイト向けてるね。あ、そこまでのことをしたの、ってじゃあ謝ったしさ、千人の前で泣いて。確かに、そのお嬢の件もちゃんと、約束も守って、イベントも出なくて、なんでその閲覧ないこの枠でタイトルにされてさ、リリーと中田って、で千人もね夜中に来て、その前で私がねペコペコ謝ってさ、泣いて、それでも1時間ぐらい引っ張られて、ずっと泣いても納得してくれんね。最後にはイベント出るなと思ってね。リリーさん耐えたね。じゃあそれは本当に、それは本当耐えたよ、はっきり言って、なんでそこまで耐えたのかって逆に不思議だったけど、8ヶ月間。いや、もうだってしつこいから、もうだ、いつ収まってくれんのやかなって、こう様子待ってたよ。だからリリーさんってほら言われたらさ、もう止まんない人間じゃん。だから弱みでも逃げられてんのかなって。それぐらいなかったか、それぐらい脅してきてて。どんな脅しが来てたの、ちなみに？なんかバックルワークして潰してやろうかなとか。それ見てる人は知ってるけどさ。なに、弱みは一応逃げられてるんだよ、リリーさん。うん、弱み逃げられてるのかもな、これな、今回もな、うちの、ただこの暴露になってるの、私が中田の YouTube 見て、マジ嫌やわって、ほんで、ほんと、もう、ずっと嫌いみたいなことを、これ、リスナーに書いて、信頼してるリスナーに書いてるやつを真っ黒にこれ塗りつぶして出してんだけど、これって暴露にもなってなくて、私も潰せなくて、ただ、うちのリスナーさんの、情報をた流しただけやん。これって私の暴露じゃなくて、私これ本当の思ってることで、この LINE のこと。で、この人 の塗りつぶしてる女の子、誰か分かるやん、私、相手、この本部検索したら。その子を、が、体裁悪いだけだよね。あ、そういうことなんだ。だから何の暴露やん、これ。あ、これが暴露の内容なんだ。んで、私を潰して年内大暴露、24時間放送するとか言っとった。私な、中田の誹謗中傷がすごすぎてちょっといろいろ考えてたことがあってさ、もしこういうことやられたらっていうので、録画全部撮ってんのよ、中田の放送。あ、もう録画全部撮ってんの、データに入れてんだ。私は見てないね、見
てないねんけど、うん、始まったら取れるようにしてあんねん。だからそれぐらい誹謗中傷されてんのよ、証拠残しとかなあかんから。あ、それもし仮にだよ、仮の話だけど、まあ、裁判になったら完全有利なもう録画もあるんだ。だから今までこの人が私のやってないことを地投げしてるだの、あのイベントかぶせてきた時も地投げ対課金リスナーの対決やって言ったんですけど、私があの人に勝つのに地投げするわけもなく、うんうん、そう、あの政治のあの地投げ手伝ったけのなぜか私が地投げになってんねんけどさ、それでなんかあのそういう風にやってリスナー集めて投げてもらってて、うんうん、で1位取ったのになんかずっとそれでいいやん、買ったんやからもう謝ったし私も、うんうん、それやのにまだまだは配信つければ4時間ぐらいババアの話してるしさ、そこまで。ほんでウィータンと喧嘩した時も、うん、パル思い出してあの人出てきたよな電話に。ウィータンと喧嘩、あのウィータンと私の前の喧嘩ってあの時なぜか中田会長が電話最後出たやん、入ってきたやん間に。あああ、あったかもしれない。3対1やってん私。ウィータン、セイジ、中田会長、ウィータン、金太郎さん、うん、あ、ね、で私に最後行うイベントまたヘイト向けられたんだ、前の時、うん、いつも1対3とかにしてくるな。やっぱそこら辺はなんかコンビみたいになってんのかな、じゃあね、うん、じゃあリリーさんはさ、ウィータンと中田会長付き合ってると思う？あ、付き合ってるって、まあいろんな線から聞いてる。あ、だにリリーさんも聞いてるんだ、そういう話は。あ、私も聞いてるよ、あの相談された人とか。おう、うん、あのウィータンがね、そのそれは何、ウィータン仲良かった人から聞いてたってこと？そう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 。そうなんだ。だリリーさんなんかすごいヘイトを向けられてるっていう話だったから、うん、大変だったね。イキリストと私なんか、私イキリストのラインブロックしてて、で昨日やっと繋がったけど何もそんな話してないのに、イキリにが全部叩いてるの、イキリスト悪くない、これ叩いてんのはリリーが、うん、あのお金渡してイキリストやらしてるまで言われたらびっくりしない、さすが怒るよ。それはそれ虚言すぎると、うん、妄想すぎると、うん、うわマジか。まあそんだけちょっと調子悪いからさ。あーごめんごめん、じゃあリリーさんまたなんか、ありがとうね、いつも電話出てくれてね。いえいえ、ごめんな、長くなって、いや寝てねゆっくり。ありがとうね、リリーさん。無限の彼方へ。じゃあ、行くぞ。笑って。こらえて。やれんの。勝って。あやす。なるほどね、なるほどね。なるほどね、なるほどね。そういうことか。まあ、話をね、まとめると、昨日イキリストの暴露から中田会長とウィータンのね、まあ、話になって、でリリーさんも、まあ、我慢8ヶ月間我慢してたけど、まあ、今回リリーさんに対して中田会長はこれはイキリストに指示したのはリリーさんだっていう、まあ、嘘を言われて、その嘘がもう我慢できなくなってもうボロクソにディスってたっていう流れだねこれね。でリリーさんとなんで中田会長が罰悪くなったかっていうと、お嬢という枠で中田会長取らないでとたぬき枠でコメントを打ってたやつがリリーさんだっていうふうに言われてて、いたがリリーさん裏で放送やってたからそんな書き込みはできないと、しかも絶対やらないと、まあ、否定してたけど、まあ、結局なんか脅迫みたいなのされてて、まあ従ってたと。でそのしかもその中田会長を取らないでってコメント打ってたのが実はウィータンだったと、黒幕が。でウィータンが書き乱してたみたいな話が今放送で浸透してます。だからちょっとね、頭入ってこないけれど、まあイキリストの暴露から、まあ、人間関係がいろいろ崩れてってるって話だね。ただそうなんですよ、まあ、ソースに関してはまた聞きだからちょっとわかんないですね。ただマコモコというワードが出たから、マコモコ自身が何かしら知ってると思う。だからマコモコさんが枠をやってから聞いた方がいいねこれね。マコモコちゃんいろんな人にペラペラ言ってんのって、うん、聞いた方がいいかもね。確かなことはマコモコがなんかペラペラ言ってるみたいなね。ただゆまるちゃんとマコモコちゃんの
LINE の部分でやり取りで言うと、そんな情報私は言ってないみたいなね、ニュアンスの LINE が公開されてたか、ゆまるちゃんのツイッターで。だからまあ、まこもちゃん自身は否定してんのかな、これは。M ひで、あ、M ひでさんに電話するか。そう、あれ？なんだこれ。OK。M ひで、M ひで。これか、いやでもこれはさ、本当のことかどうかもわからないから、もうあくまでも空中戦だね。これは地について確かな証拠を持って戦ってるって状態じゃないからわかんない。もしもし、あ、M ひでさん、おはようございます。 あ、こんにちは。あ、今炎上ニュース中で放送中なんですけど大丈夫ですか？あ、はいはい。だからもう結局無事解決したっていうか、はい、っていう話聞いたんで、はい、まあそういう昨日ね、暴露でさ、M ひでさんの名刺が流出したのが、まあ、とある方のせいでっていう話なんですけど、はいはい、まあ、M ひでさんも大変だったなっていう。あ、はい、今はもう大丈夫なんですか、精神的に状態は？今は、大丈夫です。まあ、ちょっと異なってる点があったので、ちょっと軽く放送させていただいたんですけど、はい、その、とあるその男性とは会ったことはないです。あ、会長と。会長って方とは私はお会いしたことはないです。はいはいはい。ウイタン、中田会長じゃなくて、ウイタン、M ひで、M ひでさんの彼女だけ、3人だけ。あ、そうそうです、そうです、はい。その3人でお会いしたのが、その時に、まあ、ウイタンに名刺渡しちゃったと。よく、そう、もともとのきっかけは、私はそのウイさんとは全く面識はなくて、ミニさんとその、まあ、ウイさんがよく相談に乗ってらっしゃって、うんうん、あ、聖者のこと。みんな、イキリストはちゃんと言ってたよ。ウイタンと、M ひでと M ひでの彼女さん3人だけで会ってたってちゃんと言ってたよ。ああ、そうです。そうそう。そう。で、うん、まあ、多分そこで、私が会社、とか伝えてるものですから。で、事実、まあ、実際に一番最初に会社に電話を入れていたのは、その女性なので。うん、うん。で、私の名前も全部知ってると。じゃあ、ウイタン発信から M ひでさんの会社ばらまかれて、まあ、通報されたってことですね。通報というか、だからそれがそこを例えば本人がばらまいていないのに、うん、ばらまいたって私が言うと、あ、わかりました、まあ、僕の中の、はい、そう、そうやって言うので、私の口からは誰がばらまいたか、まあ、もちろんもちろんわかりませんが、実際に私が伝えた人はその方にお伝えしている会社の、うん、から私の携帯の番号も全部知ってらっしゃるわけですよ。でそ、はい、結局ね、その会社の部分に関してはどうなったのかなと思って、事なきを詰めて。会社の方はですね、はい、要は一応もう M ひでではなくて、うん、その会社のことが分かっている以上は、会社のその看板を掲げて、まあ、放送をしてくださいってことですね。あ、逆に宣伝してくださいみたいな。それはない。それはその、まあ、このふわっちというサイトがね、その、うん、まあ、トヨタでこう、ああでもない、こうでもないっていうことを言うところじゃないですか。ええ、でそうすると、まあ、その悪い評判になってしまってもいけないので、うん、もしその私が放送するんであれば、ええ、その、まあ、模範となるというか、ちゃんとした、あ、そうです、そうです、配信でやってください。要は足元を救われないような放送をしてくださいと、うん、あ、ちゃんとやるならやってくださいと。あ、はい、あ、いい会社だね。じゃあね、すごく、そうならやめろっていうね、言いそうなことを。ですから一応そういう風で、なのでその、うん、配信のスタイルを変えたんです。あ、もうその人を詰めるような放送は、はい、まあまあしないで、まず雑談とか、そういう感じのシフトチェンジしたんで、はい、あ、そっちの方がいいっすよ。仕事働いてる人はね、絶対そういう系をやらない方がいいっすよ、マジで。そうですね、今回非常に勉強になりました。いやいや、本当に。ちなみに M ひでさん、まあね、はい、まあ、こう今回暴露されてさ、はい、怒りとかありますか？いや、もう怒りというか、もう聞きがないじゃないですか、
怒ってもね。そうそう、まあそれだから私もそれでこうだあだってやったらまた同じことの繰り返しになるじゃないですか。確かに。なのでもうそれは悔しい部分もありますけれども、はい、それはもうグッと我慢をするしかないと。ちなみにあの会社で何人ぐらいから連絡来たんですか。はい、いやですから連絡したのはそのとある女性とそのもう一人男性です、ね。もう二人っていうのはもう二人だけなんですね。その二人だけです。はい。ああ、なるほどね。いや本当なんか配信やってこんな災難会うとは思わなかったんじゃないですか。本当に。ですからその、まあ、会社とかに連絡するのはこうふわっちとは全然違うところになるので、うん、それはやめていただきたいです。まあ、ぶっちゃけねあのコメントでもありますけど、はい、こんなことされたら普通裁判したらお金取れる案件ですからね。本当に。ですからそれもそのやるとまたそれはそれでそれでされたってまたその配信者さんと言うわけじゃないですか。面白おかしく復讐される可能性ありますもんね。そうです。なので結果的にそのやったらまたそれはネタにされるしっていう繰り返しになるので、うん、もうグッと我慢するしかないということです。大人だね。もうふわっちり初めてあのまともな人間を見たというかもう、まあ、あのいい勉強になりました。じゃあ今後はじゃあ雑談でってことで。はい、まあ、はい、もちろんそういった話題も出たりするので多少はその触れることもあるかもしれませんけど、コメントで流れれば無視してんのかってなっちゃいますから、はい、あの、まあ、その辺を上手にかわしながらという、うん、あのですね、あとまあ全然話関係ないんですけど、あのフリーザさんに声似てるって言われません？今声をね今集中的に聞くと本当にフリーザさんみたいな声しててコメント欄もちょっとねフリーザだフリーザって騒いでるんですよ。あ、そうなんですか。まあ、声優さんじゃないですよね仕事は。本当ですか。一般の、はい、まあ、ならいいんですけどね。わかりました。じゃあ MT さんありがとう電話出てくれて。こちらこそ本当にあの皆さんと、あのいろいろとご迷惑おかけしましたけれども、うん、あの今後ともコツコツ頑張って配信していきますのでよろしくお願いいたします、うん、平和にねやってください。もう、はい、あのもし仕事辞めてね、まあ、クビになったりとかリストラされたらもう暴れてください。そうですね、あのそうですね、あの、なくすもの全部あのそうそうそう、なくなった時にやった方がいいです。はい、多分あのやれると思います。その時は、はい、その悔しい思いも握り持ってね。そうなれば、はい、でもそうなっちゃいけないので、あの、グッと我慢して、はい、コツコツやっていきます。わかりました。じゃあありがとうね、ムヒデさん。いや本当に何千人もいる前で本当にあの放送、いやありがとうございます。こちらこそすみません、ありがとうございました。電話出てくれて。いやこちらこそありがとうございます。元気出してねくださいね。あ本当、あいや本当すいません本当に、ありがとうございました。無限の彼方へ、さあ行くぞ。笑ってこらえてです。勝手じゃない、うん、です。ノートビームです。ありがとうございます。まあそんな感じですね。あと誰か電話するやついるか。うん、電話するぞ。もういないか電話は。まあ、とりあえずイキエストの暴露から、まあ、いろんな人たちがこうやって出てきて、まあ、飛び火もあれば、まあ、味方するやつもいる。だから配信者はなんか繋がらない方がいいよマジで。あんまね、特にリスナーさんとかがっつり繋がってるとね、やっぱリスナーさんもそう信用してるよ俺も。いつかはね、ね、あの言ったりとかするからね。うん、あるからね、いろいろ。あゆまるちゃんにかける？そうだ、アカウント消しちゃったもんね。ちょ、ゆまるちゃんにかけるわ。でも出ないと思うよ。あと誰かいるか、うん、
逃げたというか、うまるちゃんさ電話出ないね最近ね。バッハ終わるか、な何時間やってんの、2時間やってるわ。うん、炎上ニュースね、今日はあのちょっと長々やりましたけど、はい、そういうことです。なので今日は終わります。ちょっとありがとうございました。あ、誠治に電話しろ、誠治にかけるか。じゃあなんか iPad 調子悪いな、大丈夫かなこれ、アプリが悪いんかな。誠治あった、これか。あ、せいさんおはよう。あ、おはようございます。せいさん東京行ってね、別れてからもう大暴れっぷりがすごいですね。すいません。いや、いいんですよ、あれが、あれこそがせいさんだと思ってるんでね。あのパルちゃんの炎上ニュースのネタが なくなっちゃうと思って、あの、わざわざ作った。あ、そう、わざわざ作ってくれたの。わざわざ、ええ、盛り上げ上手だね。あれで貼って、ええ、行きました昨日も。警察沙汰にもなってね。もうルイさんの件じゃないんだよね結局。でも電話はもう、あ、そうなんす。そうそう、あの普通にお前が赤羽大発行よ、君がトップワン、君がいないやってけなきゃ、キケン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 、ファイナルファンタスティック、ダダ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 ダ、おめでとう本当に。でね、せいじさんね、あの今何喋ろうかちょっと飛んじゃったんだけど、そうそう、あの、昨日イキリストが暴露したじゃん。でせいじさん裏で中田会長のことを気持ち悪い人って言ってたの。誰が。せいじさんと浮いたんで。誰のこと。中田会長のこと。ああ、中田って 裏で気持ち悪いって言ったっけな。そういう風な暴露もあったね、イギリスの中で。それは見覚えない。俺、それさ、イギリスは誰から聞いたんだろう。それはだから信頼できる人らしいよ。それは分かんない。ソースがね、ちょっとね、あの、まあいろんな人から聞いて、それをまとめて作った、なんていうの、話らしくて、ソース自体よね、あれは言ってたよ、カードを使わない人は信用するなってウィタンが言ってて。ああ、浮いたんがね、夜の世界の人だから、うん、いろんな人を見てるわけじゃん、お金持ちの人。確かに。で、鎌倉で遊んでたお客さんがほら、うん、まあ、カードで払う人は信用できるけど、うん、現金で遊ぶ人はあんまり信用するなっていうのを、なんか常識らしく、夜の世界だと。え、せいさんさ、まあ中田会長と何回も会ってると思うけど、うん、現金だったの。現金なんだよ、あのね、アイテムも全部現金なんだよ、買うのも。え、iTunes カード買って投げてるってこと？そうなんだよ。カードじゃないんだって。え、じゃあ。で、あの、うん、会食したんだよ、寿司屋で。その時も、浮いたん、もうそこ見てたんで。現金だったの？現金だったって。俺は見てなかったんで、浮いたん見てたんだって、ずっと払うところ。すごいね、浮いたん。そう、それで。配りできるね、うん。配りきりになった時に、あの、税金の話するのにね。あのね。3人で話してたんだよ。ああ。で、俺の税金どうしようか、せいちゃんの税金心配だよね、うん、って。おうおうおう。それでも、ウィタンは、でもいきなりなんで私たちの税金のことをね、うん、こんないきなり、あの、メリットもなんもないのに相談乗ってくれたんだろうね。で、しかもさっき現金で払ってたんだよ。相手も現金でしょ。ちょっと信用できないから、あ、うん、あんまりちょっと信用ついてからにしようってなったんだけど。でも、二人が付き合ってる説が出たんだよ。そうだね。もう。うん、だから、これがあれば何でもいいのかなっていうふうになりました。うん、何でもありになっちゃうね、これね。多分、うん、疑ってたのよ、最初。浮いたんはね、最初だから税金の話で3人で会食したんで、うん、で、俺も浮いたんと別れた後に、あの、中田会長に間に入ってもらって、うん、あの、仲間あったね、なんかそうなのに、うん、間に入った人が付き合ってるから、おーってなってたよ。だから、もしかしたらワンちゃん、せいじさんと浮いたんが付き合ってる時に付き合ってた可能性もあるよね、ワンちゃん。いや、それはないと思うけど。あ、それはないか。
へえ。なんで二人とも頭おかしい同士なのかなって。え、せいさんは中田会長とはまあ仲良くはなってないの、仲直りというか。なんか。もうそれはなくなった。もう仲直りとかもない。うん。あっちが、俺は謝るって言ったんだけど、あっちがもう、あもう、押してんだ。もういい。うん、俺はまあ大人だから、謝れるから。うん。あっちがなんかへそ曲げちゃってね。うん。なんかもう電話も出てくんないから。あ、そうなんだ。うん。なんかね、中田会長リボ払いっていうそのイケレスの暴露もあったんだけど、リボ払いってね、え、なんだリボ払いって。リボ払いっていうのはあのカード使う、うん、カード使うか、お金を借りて利子だけ払うみたいな、元金払わないみたいな。本当なのそれ。どこ情報なの。いや、どこ、イケレスト情報よ。ソースがないとね、ダメだよやっぱり。確かにね。うん、ソースがあればいいけどね。でも iTunes カードで爆投げしてる時はあったよね、うん、カードは使えないって言ったね、やっぱり。え、だからせいさん、うん、あのせいさんの時200万しか投げられなかったっていう、なんかイキレスの暴露もあって。200万なの、うん、多分ね、そんぐらいかもしんないな。あ、言うてっていうこと。ポイント、フワッチポイントだと600万って数字が出てるんだよ。あ、じゃあ600万投げてんじゃん。倍とかが出ると加算されちゃうから、うん、だから賞味現金で金額にすると2、300なのかなとか思ってきた。え、なかなか。じゃあ、ちなみに政治のランキング何位なの。ランキング、まあ累計1だった時も俺一回ほらフォロー外しちゃったからなくなっちゃったんだけど、最後に見たのが600ぐらいだったんだよ。あ、その総合ポイントのランキング、フォロワーの。そうそう、累計のね。あ、あれは元金だよ、ちなみに。あれ元金なの。そうだよ、600万だよ。600なのかな。あ、そのイベントのやつだったらプラスされない。あれ、いや、多分使ったままの金額書いてると思うよ。もうそのままのお金だと思うけどね。待って、リスナーさん、どっちなの。フォロワーのランキングだよね。毎度入ってるよね、フォロワーのランキング。ポイントはどうなん、プラスされるよね。あ、されるんだ。されるよ。だから、うん、現金じゃないんだよ、あれ。600万ポイントなんだけど、うん、倍が入るから現金じゃないんだよ。じゃあ200万ぐらいか。じゃあ言うてな、そういうことになるよね。200か300ぐらい。おお、うん。え、トータル総合は何位だったの。累計1位だったんだよ。あ、1位で200万だったの、生産のやつ。多分またまた。本当いっぱい買えたりして分かんないでも。そうなんだ。あのね、投げさんいるんだけど、うん、俺のことフォローしてない人いるかな、結構。ああ、別の人でってことね。そう、上には上がいるからやっぱり。へえ。それで1位になっちゃったから、ほら、うん、名前が通ったわけよ。中田会長は Z 界のてっぺんの人だって。あ、そうなんだ。それで、なんか中田塾ってなんか宗教配信始まったでしょ。宗教、宗教かわからんけどね、まあまあ。初めてでしょ、中田会長、中田会長投げてくれるから。あ、でも、イメージはね。政治の爆投げしってイメージあるもんね。そうそう。で、Z 界とあの反面になって、うん、あの、Z 界潰すぞみたいになってるんだ、今。だけど、中田会長がアンチ、今、めちゃくちゃ湧いてるから、うん、恨めっちゃってるのよ、麻雀で言う。あ、ちょっと違った方向性になったってことなんだ。いやー、だから、今回の件、暴露されてね、政治さんは、その、結局ね、イキリストの暴露と、まあ、中田会長 VS みたいなのあるじゃん。これ結局どっちについてるのかなって。付き合ってんだったらさ、うん、あの、そこないでさ、付き合ってますって認めたらさ、アンチは分からないと思うんだよ。うん。裏でコソコソしたりするから、アンチがめちゃくちゃ湧いてるんで、なるほどね。で、あれ、中田会長ってそんな人だったのってなっちゃってるわけよ。まあまあ、イメージがあるもんね、初めの。うん。うん、だからやり方が下手くそすぎてる、ちょっと。え、ちなみに、せいさんは、これはどっちの味方になるの。昨日ほら、どっちの味方になればいいんだってあったから。うん。俺は、うん、パレちゃんの味方で、俺はずっといや、絶対に俺のことをあの腹の中では虫が収まってないんじゃない。いや、俺はね、マジでもうどうでもいい、うん、マジで。俺今誰ともあの喧嘩したくない。あ、今ね。そう。でもなんかあの中、あの中ちゃんと喧嘩したじゃん。中ちゃんがもう訳分かんない、なんであれは怒ってるのか分かんない。じゃあ中ちゃんはほら、嫁をディスられたことで怒ってる。ディスってないんだよ。そこはもう絶対ディスってないって言うんだ。当たり屋なんだよ、マジで。うん、
いや、せいじさんね、あの、まあ、言うじゃん、言葉で。うん。で、せいじさん多分、本当に悪意がない言葉を言ってると思うんだけど、本音がポロポロ出てるんだよね。うん。うん、だから、それが多分、せいじさん忘れちゃってる部分あるかもね。本音ポロポロ。うん。うん。何でも言っちゃうからね、これ昔から言うけど。悪い癖だよ。悪い癖、すいません。反省してます。あ、せいじは俺も、俺は、え？それ中ちゃんが来たんだけど、せいじは俺もバカにしてきたからって、うん、バカにしてることも許せないらしい。うん、そうなんだ。うん、でも怒ってるから電話したら？昨日電話したけど出ねえよ。ビビっちゃってね、完全に。あ、そうなの。で、電話出ないですね。ビビった。これも、これもせいじさん。ビビってるってワードもダメよね。せいさんもうね、ビビってるとかブルってるとかね言うとね、また喧嘩になるよね。ああ、そうそう、煽りがね、せいさんポロポロ言うから。謙虚に行きますじゃん。あ、違う、せいさんとイケちゃんの和解したの、これ。あ、和解したよ。あ、中ちゃんが明日東京行くからな、せいじって言ってるよ。ああ、ちょっと混んでてしまいたいね。え、なんでなんで。ブルってるの。ブルっちゃってるの、中ちゃんに。だって元ヤクザだって怖いよ。いや、元暴走族ね。いや、ヤクザだよ、元。え、本当に知らなかった俺、それは。あれはどんぶりだ、どんぶり。え、何組なの。え、知らない。中山組。絶対嘘じゃん、じゃあ。ねえ、相撲やったら、相撲。相撲か、やだな、ちょっと怖いよ。敵に入ってる人ってやめてくれよ。強いよ、中ちゃんは。怖いよ。圭之介くんでやってるんだからね、喧嘩は。うん。圭之介とさ、高校生になって初めて対マンした人でしょ。そう。バチバチでやり合ってるから。おい、圭之介に立ち向かっていくってやばいよね。うん。だから、男気の部分はすごいよ。うん。だから、ね、うん。だから、一回、せいさんは、あの、殴られてほしい、俺は。気持ち的に。あれ？うん。だから、会ってほしいね。だから、もう、ボコボコにされるか、一回。一回、されたほうがいいよ。もうされるか。うん、間違いなく。あ、そうしよう、もう殴られるよ、もう一回。あとね、せいじさん、なんかこれ東京で2月10日ね、ほらミネラさんの対戦になっちゃったけど、せいじさん、なんかやるって話があったじゃん。なんで断ったのかなと思って。ブレちゃって、ちょっとなん か肩に鉄板があるんでしょ。ああ、それもあるし。ブレってないよ、せいじさん。別にブレちゃって怖いもん。全然。だって俺155キロだから動き鈍いよ、めちゃくちゃ。155キロ、155キロだよ俺。どんなんの。もう多分160あるんじゃない。140だったじゃん、この前。うん、あの、せいさん、俺言っておくけど、白鵬より重たいからね。やばいね。うん、俺だから白鵬より強いんだよ。強いね。うん、重たすぎて。200いくから、200キロ頑張って。お前死ぬんじゃないの。もう死にたい。、うん、ね、あれじゃん、いつまで大阪いんの。東京でもパチンコ配信できるからどっか探してやればいいじゃん。なんで大阪から離れろみたいな。でよ、こっちつまんないから。いやいや、だってあのやっぱ養分地はさ、養分地いるからね今。だってそう。まあでも東京行くよ、2月10日にほらあるから。うん、でよ、飯でも行くよ。まあ麻雀したいね、やるなら麻雀しよう。うん、一緒にパチンコ地帯隣で。本当にこれ、せいさんか？ねえ、本当か、うん、これさ、だって前すごいディスってたからさ、お互いにね。あの時はさ、そっちがヘイト向けてきたから、ね。まあまあ、俺もヘイト向けてたけど、でもせいさんもちょこちょこ言ってたからね。うん、ごめんね、それは。いや、俺も言い過ぎた部分あるけどね。うん、分かった。じゃあ、せいさん、ありがとうね、電話出てくれて。うん、いいよ。じゃあ、また、あの、よろしくね。うん。うん。無限の体で、はい、行くぞ。笑って、笑えて、やれんの、勝って。いや、これ、せいじはね、もう絶対に俺のこと嫌いだと思うんで、もう悪いけど。心の中では、もう俺のことは本当嫌いなんで。けど、まあ、ヘイト向けられるし、まあ、閲覧もそこそこあるから、言われたらアンチもつくから、まあ、仲良くやっとくかぐらいだと思うよ。もう俺はね、そういう考えしかできない、今、せいじさんに対しては。うん。
そうだと思うよ俺は。だってあんだけ俺もヘイト向けてたからさ、それで仲良くしようみたいななれる？ね、いや俺はだって謝られたもん。謝られたらもうしゃあないよね。許すしかないよ。ここで謝りを突っ張ねると男下げるよ。うん、男下げる。いやここで俺がいや絶対お前謝っても許さないからな。言ったらもう男下げるから、それはもう許すしかないじゃん。で謝るってなんかすごくいい言葉だよね。ごめんねって先に言った方が。花火ありがとうドンチキー、母さんレイさんありがすドンチキー。しかも喧嘩の内容がまあその俺が殴られたとかだったら許さないって言ったらまあ男下げないけど、まあ俺もちょっとヘイト向けてた部分あるからね、ヘイトをね。だからまあ俺も言っちゃってる部分もあるし、お互い様にそれでまあごめんって言われたら、ああ仕方ないねしか言いようがないよ俺は。ああそうっすね、人生楽ありゃ苦もある、その通りっすよマジで。ファンタスティックじゃん。君が君が君が今日のアラブ赤王大圧、今夜は君がトップワン、君がいなきゃやってけない、キキキュンキュンキュンキキュンキュン、ウルトラドンチカラさん、そういうことですよ。いや今日はねパチンコ配信はしないっすね。あのですね、まあ、なぜしないかっていうとちょっと今日用事があるんですよ。その用事があるんでちょっとできないですね。あの6時から用事があるんで、はい。いやデートじゃない、これはもう本当にデートじゃなくて、まあなんて言うんだろう、まあその昔の友達と会うんだよね。まあ正確には3人で、うん、昔のね友達と、あの お花屋さんのとこ行くんだとりあえず。まあ正直喧嘩とした仲間と会いに行くんだよ昔ので。6時に会う約束してる。俺昔喧嘩とした、やってたんだけど、その時に閲覧が低い時に知り合ってたやつと知り合いで、そいつと今日会う約束してる。そうお花屋さんの方とね。白ひげは違うけど、まあ誰かはいい、ちょっとまあまあ、まあそんな感じですよ。だから今日はパチンコ配信お休みです。昨日も言ったけど仲いいんだねっていうか、初めて会うからちょっと怖いよね。喋りがねちょっとヤクザな感じするからね、怖いなっていうって感じです。じゃあそういうことで今日のふわっち大炎上ニュース終わり。ふわっち大炎上ニュースまとめ、しきちゃんツイッターにてアンチに対して、弁護士警察など辞さないと宣誓布告。はい、しきちゃんがあのもうお怒りなさってます。はい、アンチの方々気をつけて。やっちょくん金欠、お金なくなったらしいです。マガザさんから連絡来て、コリンスとキャリーちゃんが破局するかもしれないと。コリンスがクラブ行って女とね仲良く飲んでたことにキャリーちゃんが嫉妬、だからもう 信用ができないと。破局の危機です。ゆまるちゃんがアカウント削除、ツイッターとふわっちも消えてます。で昨日起きた出来事は、ルイさんとエミ太郎ちゃん喧嘩しまして、ルイさん女の子を家に呼ぶ、はい、エミ太郎ちゃんも男の人と連絡を取り合う。結果ルイさんとエミ太郎ちゃん戻りました、元の場所に。であのなんか OD していたらしいです、エミ太郎ちゃんね。薬飲みすぎてお酒も飲みすぎてね、はい、でさらにルイさんが薬物をやっているというなんかあのエミ太郎ちゃんの暴露がありました、過去にね。売買してるみたいな。でルイさんなんか薬物疑惑が立ってます。はい、ワンワンからもその葉っぱ系のやつは見たことないけど、葉っぱに使う道具を持ってたという感じのことを言ってました。穴あき缶っていう感じでね。
ハラベスドンチキーで、昨日、まあ、暴露で、キリストが暴露、あの中田会長に対して、ウイタに対して暴露を、計6個ぐらい暴露してたかな。詳しい内容はね、ふわっち特派員さん、ふわっち関心さんで見てください。それがイキリストの枠か。で、さらにイキリストは、さらに爆弾があると。暴露があるということらしいです。で、中田会長とリリーさんが、喧嘩しました。まあ、8ヶ月間リリーさんね、中田会長にディスられていたことを我慢してたらしいです。で、ジーマシンも出るほど我慢してたけど、中田会長が、リリーさんがイキリストに指示して、イキリストが金もらってリリーさんからそれで暴露してるみたいな、そういうふうなことを言っては言ってて、それに対しても堪忍袋の方が切れて、もう大ディスりです。はい。で、中田会長もなんかリリーさんの、まあ、LINE を公開と、まあそういう感じですね。まあ、いろんな人たちが絡んでいろいろ揉めているということです。ということで、今日のふわっち大炎上ニュースでした。レッサー、あとね、なんかルイさん DV したらしいですね、みたろうちゃん。はい、まあ、そんな感じですかね。今日はこれで終わりたいと思います。養分荷物、いや養分ね、あの LINE で送っとく、俺これ写真撮って。